東側から描かれたトゥール川に架か,かる鉄橋、アンデルフィンゲン近郊。スイス北東鉄道は、スイスの初期の鉄道会社である。1853年、スイス北鉄道は、ボーデン湖、ラインタキ鉄道と合併して、スイス北東鉄道となった。主な発起人は、チューリッヒのアルフレートエッシャーである。スイス北東鉄道は直ちに、チューリッヒからロマンスホルン平原を経由して、 ボーデン湖に直結する路線の敷設に着工した。これによって、スイス北東鉄道はスイス連合鉄道と競合することになった。ロマンスホルンの村は、スイス北東鉄道の事業展開の結果、東部スイスの重要な交通拠点の一つになった。スイス北東鉄道は1855年に、ボーデン湖の航路修航を手掛け、1869年には、 ロマンスホルンとドイツのフリードリヒスハーフェンをつなぐ鉄道連絡線を開設した。この事業拡大の一環として、ボーデンこの駅と船着き場の一つが拡張された。1858年、スイス北東鉄道はバーデンブルックアーラウ線を開通させ、それによ、これによってついにチューリヒとバーゼルがつながることとなった。1870年から1875年までの、 間に、スイス北東鉄道と、スイス中央鉄道は共同で2526メートルのベーツベルクトンネルを含むベーツベルク鉄道を完成させ、同様に、ブルックからインメン税までをつなぐゴッタルド鉄道を開設、1882年には、アールガウ南鉄道を開設した。ライバル会社が、九州合併されたのを受けて、1879年の、 中立日アフォールテルンルツェルン、人間増船源泉の解説をめぐって、スイス国民鉄道と競合したが、この計画によって、スイス北東鉄道は、財政難に陥った。アルフレート・エッシャーの死後、アドルフ・ウィアー・チェラーが、スイス北東鉄道を経営した。5000人の従業員のストライキの後、従業員による昇給や、作業の質を求める要求は1897年まで、 解決されることはなく、このことが同社の国有化のきっかけとなった。1902年7月1日、ボーデ電港を中心に853キロメートルの鉄道路線を持つスイス北東鉄道は、スイス連邦鉄道の支配下に入った。ありがとうございます。